皆さんこんにちは。滝沢勝成でございます。今回もおしゃべり動画でございます。<laughs> え先日、仏教についてつらつらおしゃべりした動画を公開させていただいたんですが、まあ、ぶっちゃけ再生回数はすごく少なかったんですけども、結構熱いコメントが多くて、えー、面白かったです、続きも聞きたいです、みたいな感じのご好評,ご好評いただいたので、まあ、ちょっと調子に乗ってね、えー、続きを作ってみようかなと思っている次第でございます。 まあ、仏教っていうのですね、いろんな教えがあるんですけれども、司法院というですね、まあ、4つの教えがありまして、一切開く諸行無常、諸法無がね、半弱っていうんですけれども、まあ、その1つ目の教えである一切開くとは何なのか、えー、私たちの暮らしにどういうふうに応用していけばいいのか、みたいな話を1本目の動画でさせていただきました。まだご覧いただいてない方は、ぜひチェックください。で、この動画では、えー、2つ目の 教えである諸行無常についてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いしま,ーす,よろしくしまーす。諸行無常。まあ、今回取り上げているその司法院の中でも一番有名な単語かと思います。皆様自身も単語は聞いたことはあると思います。単語聞いいたこととはあると思います司法院の中でも一番もうポピュラーな諸行無常。 まあ、平家物語のね、イントロで、まあ、国語の授業とかでやったと思うんですけども、僕らの世代は、その平家物語のイントロ、暗記させられましたね。えー、なんか、祇園奏者の鐘の声。乗車必須のあじいあれ祇園奏者の鐘の声。あお、諸行無常の響きあり。あお、乗車必須の断り何かしえ、みたいな感じで。なんか、すごい覚えさせられたような記憶があるんですけども、あれなんで覚えたんですかね。うん、全然わかんないけど。まあ、そんな感じで諸行無常という単語は皆さん知っていると思います。しかし、 修行無常って何ですかって聞かれたら。 え、諸行無常の意味を答えられる人っていうのは、そう、そういないんじゃないかなっていう、本当単語だけ知っているっていうですね、ちょっとかわいそうな単語ではあるんですけれども、え、諸行無常。これ、まあ、どういうことかというとですね、その諸行が無常なんですよ。諸行が無常なんです。でも、その諸行に関しても、無常に関しても、あんまり使わない単語だから何それってなってしまうんですけれども、まあ、諸行っていうのはですね、もう、もろもろの全てです。もろもろの全て。もう、この世の中に存在する、真羅万象全てのものをガーンと引っ るめて諸行ですだから人人間もそうですしこういうものとかもそうですしあと自然とかもそうですし人間関係とかにおいてもそうですもうそのシ品場所宇宙空間におけるすべてのものをわーっとまとめて諸行って言ってます諸行で無常っていうのは、えー、常でないと書いてまあ無常なわけですけれどもまあ 変化しないものなんかないっていうことです。変化しないものなんかない。そのままのことは絶対にあり得ないと。永遠なんてものは存在しない。すべてのものは生まれ変わり続けて変わり続けて変化をし続けてそれが流れて流れていってもう普遍なんてものはないんだっていうのが、えー、無常です。だから商行が無常っていうのはあの世界のすべてのものがもうずっと変わり続けてるよ。 てんでばらちょめいっていう単語の教えなわけでございます。で、すべてのものはね、変わり続けているって聞いても、はあ、そうですか、みたいな感じだと思うんですけれども、まあ、これがどういう意味なのかと、えー、もうちょっとこの落とし込んでいくとすると、僕的に、私的にこの諸行無常をすっげえ雑に一言でバンってまとめるとするとしたならば、えー、執着するなっていうことだと思います。執着するな。まあ、僕たち、ちょっと極端な例でいくとさ、 私たちそのまあ変化をし続けてるんだけども、まあ、私たちその普通にこの毎日毎日生きてるさ単純にその老いるじゃないですかで。ずっとこの若いままってないっすよね。 そして、もっとすごい極端なところ行くとすると、まあ僕たちは普段毎日毎日この生きていて、で、明日何しよう、1ヶ月後何しよう、10年後何しよう、20年後何しようみたいな感じで、こうね、すでにこう、生きてる前提で人生の計画を立てて、生きてる前提で仕事を選んで、生きてる前提で毎日を生きてるわけじゃないですか。けれども、本当これ極端な話ね。あの5年後、10年後、どこでその生きてないかわからないし、すっごいもっと極端に言えば、明日生きてるかどうかもわからないっていう状態なわけなんですよね。けど僕ら普通にその毎日 さあ明日死ぬかもしれないぜとかさあ5年後俺死んでるかもしれないぜとかってならずにさ普通に毎日毎日健康に生きてるわけじゃないですかでそういうのはちょっとねも極端な話でもさっきちょっと言ったその老いとかもそうその若さに対してこのいつまでも若いままではねえみたいな。 ちゃんとこうね、あの、しっかり、あの、毎日毎日重ねればね、しっかり老いるわけでございまして、その若さに関してもずっとこうね、あの変化し続けるわけだっていうことなんですよね。で、それがもうちょっとこの生活レベルまでどん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 落とし込むとすると、例えば人間関係とか、えー、なんか恋人がいました。で、その人とこう付き合うことになりました。でもその恋人ね、そのずっとこう、末長くね、あの、永遠にこう、仲良くいてーなとかって誰もが思うんですけれども、その人とこのうまくいく保障ってのは、まあ、どこにもなくて、えー、もしかしたら僕の方から その人のこと嫌いになっちゃうかもしれませんし、その人のほうから嫌われてしまうかもしれない。もしかしたら2人でもバチバチに喧嘩をするかもしれないし、何かしらのトラブルがあって、その人が引っ越しをしなければいけないとかね、そういう、このね、何かしらでこうね別れが出てくるタイミング、関係が終わるタイミングっても出てくるわけですよね。でもそういったものを受け入れろと。受け入れろと。 仕事に関してもあんまり考えたくないですけれども、ね、皆様お仕事されていると思います。でもその仕事が、もうずっとこの先も、もうね、10年後、20年後も続く前提で今仕事をしているけれども、もしかしたら会社がなくなってしまうとかもあるかもしれないですし、まあ自分自身何かしらのトラブルがあって仕事を続けられなくなってしまうっていることもあるかもしれない。なんか自分がやりがいとかね、なんか他のこの趣味とかを見つけて、そっち側の方にこうね、転職をするというパターンもあるかもしれないし、新しいチャレンジをしなきゃいけないパターンも出てくるかもしれない。 何かしらの理由で引っ越しをしなければいけないとか、何かしらの理由でこういうことをしなければいけないってこともあって、まあ、そういう人間関係とか仕事とかをね、変えなければいけないタイミングが出てくるかもしれない。でもその時に受け入れろと。受け入れろと。受け入れろっていう話になるわけですよね。えー、執着するなと。 例えばさっき言ったその恋人うんたらかんたらって話をえまたこの元に戻すと、まあその人とね、ある時からその付き合っててすごい仲良くしておりました。でも何かしらのトラブルが起きてその人と別れてしまったと。で、その人はね、別の人と結婚したりとかして家庭を築いている。しかしまた自分はすごいこの人のことが好きなんだってなってくると、事件の香りがするよって感じになるじゃないですか。 で、それが例えば仕事とかもそうですし、お金とかもそうですし、物とかもそうですし、まあそういったところにですね、このね、いや、俺はこれをうんたらかんたらなんだっていうふうにこの執着をすると良、えー、くないから、まあその変化は受け入れろと。そういう教えなわけです。で、なんかその仏教の中にその執着はいけないよっていうのがその明文化されているわけじゃないんだけども、僕が思うにね、その執着はなんでいけないのかっていうと、その執着っていうのは基本的にこのいい感情を生み出せないからだと思うんですよ。 だって普通に考えてさ、執着をしたことによって幸せになれましたとか執着万歳とかってあんまり聞かないじゃないですか。どっちかというと執着ってすごいこのネガティブな雰囲気があって、なんかこう物事とかなんかこう達成したいこと、手に入れたいこと、こうなりたいと思ってる願望に達せられないことなんですよね。 で、それが、その、普通に努力を積み重ねることで、例えば、その、資格が取れましたとか、ね、あの、どこどこに入学ができましたとか、仕事のこれができましたとかって、まあ、そういったこのスキルアップをすることによって、バーンとあるんだけれども、なんかその、努力をせずにこれを欲しいって思った時に、その、執着ってものが出てきてしまって、まあ、もしくはその、どうにもならないこと、その、自分がコントロールできる範疇を等に超えて、向こう側にあるものをどうにかしようとする。さっきの、その、ね、人をコントロールしようとかさ、その他人の感情をコントロールしようとか、なんか仕事をコントロールしようとか、なんか自分の 範の,、ね、の範疇を超えたものをコントロールしようとすると執着が生まれるでそこの執着が出てきた時にそのどういう感情が生まれるかっていうと、まあ、基本的にそういったものがその、ね、自分の心を蝕んだ時にさあどうなるかってイメージするとまあ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 そんなにこのいい気持ちじゃねえなっていの,の想像にねがくないと思うんですよ。 そんな感じでこの、ね、執着をしないためにもその変化をするものだということを受け入れろというのが諸行、えー、無常という話なのかなという感じが、えー、しますがいかがでしょうか。で、これがですね、もっとなんだろうな、もっとレベルの低いところというか、もっと身近なところでいくとすると、まあ、例えばですけども、最近あの <laughs> あの、ツイッターやってますか、まあ、もう今、X になっちゃいましたけど、ツイッターやってますか もう最近ツイッターの仕様変わりすぎて、まジやめてくれって思います <laughs> なんか、全然知らん人のツイートむちゃくちゃ出てくるし、広告すげえ多いし、いらん機能むちゃくちゃつくし、マジやめてくれって思いませんか <laughs> なんか昔よかったよな。あの頃のそのツイッター書いてきてくんねえかな、みたいな。 でもまあ、それをね、受け入れるしかないからね、そのまあ、受け入れて使ってるわけなんですけれども。で、ここでこの変なね、あの、思いをこすと、起こすと、ええ、まあ、とんでもない方向に行ってしまうみたいな。で、ちょっとこれはまあ、どうでもいいとこですけどね <laughs>。どうでもいいとこですけどね。まあ、自分の、ええ、コントロールできる範疇を、まあ、超えてますけども、ツイッターを超えてますけども、でもまあ、それは別にね、まあ、それで怪我をするわけでもなくね、お金を失うわけでもないから、まあ、まあ、しょうがねえか、みたいな。 感じででままあ、嫌だっったら使わなきゃいいっていうところまでね、えー、僕はちょっとこう、うん、振り切れるのででもそこでこの嫌なら使わなきゃいいっていうだけなんだけどもなんかそこに対してすごいめちゃめちゃこのぐちぐちの不満不平を並べる人とかもいたりとかするわけでなんかあんまり そういう人となんかこう付き合いたくないというかあんまり気持ちよくないですよね。ちょっとこう軽々しくなんかこうね、いやー最近ついたら使いづらいの、あーははんみたいな感じだったらいいけども、もうイーロン・マスクはこんなこともして、こんなこともしても、こんな悪いこともして、も X もこんだけ解約をして、こんなことして、こんなことして、してして私の生活をこんなに陥れてるみたいなことをなんか言うような、まあ、ちょっとこの陰謀論じゃないけども、そんなとこまでなんか行っちゃってると、ちょっとこう近寄りがたいところではありますよね。 そんな感じの教えなわけでございます。諸行無常、えー。すっげえざっくり言うと執着するなっていう話なのかなと思います。まあそんなことをですね、まあ考えながら、うん、まあ日々生活していると、結構その、なんだろうな。まあちょっとぜひその頭の中にその片隅に置いておきながら、その諸行無常、片隅に置,置いておきながら、ちょっとで、ね、今後ちょっと、毎日毎日生活していただけたら嬉しいなと思うんですけども、なんかね、個人的に大体、 その日常の中でイラッとすることとか怒りを覚えることとかって大体そのなんか不変であることをなんか期待していることな気がするんです。まあ、つまりその自分の思い通りに行くことがあって、まあ、ちょっとこれ一切解決寄りなのかな。えー、自分の思い通りに行くと思ってなぜかそれを前提として日々生活してしまっているのでその思い通りに行かなかった時にチッて思ってしまうみたいな。でまあ思い通りに行かないのがまあ当然だと。 え何事もそうね人間関係も仕事もお金も自分の中でそのねこれはねこの守りたいなと思っていることでさえもまあ続かないことなんだなとえ世の中の真羅万象すべてのものを変化するんだなってことをやっていると意外とその怒りという感情ってそんなに起こらなかったりとかしてちょっと面白いものだなとか思ったりとかするわけなんですけどもまあまあ単純にその皆様が日々生活する中でまあイラッとすること起こることあると思いますでその起こった理由って何なのかと 誰々さんがこんなこと言ってムカついたとかってあるかもしれないんだけどもじゃあそれはなんでそういう怒りが出てくるのかってなるとまあなんかこの自分の思い通りにならなかったりとかその続くものとしてのが前提としてしまってることとか結構いろいろあると思うんですよね、えー、そんな感じでございますいかがでしたでしょうかそんな一切解雇に続く今回は修行無常でございましたけれども何か皆様の方でご意見ご感想あればバシバシと 書いていただけたら幸いでございます。またね、隙があれば、三つ目の教えの処方無我のところまで行こうかなと思っておりますので、あ,あ,まあ、ね、まね半ハ上状まで行こうかなと思っておりますので、もしよければいろいろコメントいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。では、面白いなと思っていただけましたら、ぜひ、SNS 等で拡散していただけたら幸いでございます。この仏教の話は、1回目の一切回復からとてつもなく再生回数が少なくて、 えー、いいのかなこれでって <laughs> いう感じになっておりますよろしくお願いしますではそんな感じで今日も動画のご視聴ありがとうございました終わりにさせていただきましょうさよならグッバイじゃあねー